はい、皆さんこんにちは、セナです。今回ですけども、ツインモーション引き続き動画撮っていきたいと思うんですけど、今回ですね、人のモーションですね、人の動きをつけていきたいんですけど、その方法を皆さんと共有していけたらなと思います。まずですね、まあこちらから人を配置していただけます。で、その後にですね、この選択されている状態でしたら、こちら3つ出てくると思います。まずこちらの一番左のクロスカラーが、まあ、服の色ですね。それぞれいろいろ違います。まあ、これは好みで押してください。で、あとポーズです。ここになるんですが、このポーズを押していただくと、スピーキング、アイドル、シッティング、ライング、ダンシング、スペシャル、ウォーキングってありますよね。で、このポーズっていうのは、まあ、大体話すねんなとか、座ってねんな、寝転んでねんな、みたいなのわかると思うんですけど、この中でもね、スピーキングを押しますね。スピーキングで今喋ってるじゃないですか。で、このアニメーションっていうのを押していただくと、そのスピーキングの中でもいろんな種類があることがわかると思います。これで1、2、3と。すべて違う種類なんですね。それぞれ、こちらのポーズ、どれを選択していただいても、このアニメーションっていうのがそれぞれ違うのがありまして、その中でも今回はですね、ダンシングを選びます。やったー！めっちゃおもろいけど、これ。めっちゃ踊ってる。めっちゃ踊ってますけど、これダンシング4なしですね。で、1とかありますけど、ちょっと4気に入ったんで4をちょっと置いときます。こんな感じでですね、今回はこの人を使ってですね、ツインモーションで人を100体並べまして、その100体を一斉に踊らしてみたという動画を撮りたいと思います。さて、やっていきましょう。まずこいつ一旦黙らせます。うるさいんで、うるさいんで、黙ってもらいましょう。うん、アイドルで。はいはい。こんな感じでいいですね。はい。こんな感じで今からどん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 人を100体入れていきたいと思います。じゃん。パソコン頑張れ。やばい。もう落ちそう。今40。はい。ということで、100人揃ったので、この形でですね、踊らせていきたいと思います。はい。ということで、いかがだったでしょうか。ツインモーションで100人同時に踊らせてみたっていう動画だったんですが、いかがでしたか。なかなか気持ち悪いですよね。これするのにめっちゃ時間かかったんですけど、ノートパソコンで。僕ちょっと最近編集やったり動画撮影やったり、アーケードツインモーションいじりすぎて、パソコンがちょっと壊れてきて、めちゃくちゃ遅くなっちゃったんですけど、どうでしたか。ちょっと、キモいっすよね。まあ、こんな感じで、人の動かし方、人を踊らしたり、座ったり、横たわらしたり、話さしたり、普通の説明をしつつ、100人同時に踊らせてみたっていう動画でした。この動画面白いなとか、ためになったなと思った方は、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。今回の動画は以上になります。ありがとうございます。